検証。笑いで本当に免疫力は変化するのか。今回笑いの前後で免疫細胞の数値が上がるかどうかを検証する。まずは免疫細胞の一つ NK 細胞を笑う前に測る。基準よりもやや高めの値が。これが笑うと本当に変化するのか。春日院長に笑ってもらうために番組が用意したのは、なんだこれ。ちょっと行きましょうか。直した方がいいかもしれないですね。ちょっとなかなかタフな戦いになりそうですよ。どうも失礼です。笑ってらっしゃいます。中にはひたすら笑い続ける中年男女の姿が。何を今皆さん方やってらっしゃったんですか。ラフターヨガ。ラフターヨガは笑うことで健康効果が期待されるというエクササイズ。発祥はインドだ。活動しているのはラフターヨガジャパン。日本各地で笑っている。だから笑い声がすごい聞こえたんですね、はい、受けてるわけじゃなくて。受けてるわけじゃないんです。このラフターヨガは作り笑いで、グループでやることによって、はいはい、大きな笑い伝染していきます。ちょっとじゃあやらせていただきましょうか。で、ぜひ、はい、行きましょう。あ、これはどっちの笑いなんでしょうか。逆にちょっとやりづらいやつ。ブース。で、今日どっちの笑いなんでしょうか。受けてるのか作り笑いなのか。ナスカも参加させてもらった。ナマステっていう笑い。ホワイトズガーリの笑いでございます。そうなんです。はいはいはい。わかりました。はい。はい、では、1、2、3。ラフターヨガの基本は相手の目を見て笑うこと。ワンセットおよそ30秒。笑うためのきっかけは何でも OK。例えば静電気を笑いにしたり、スタッフさんからもらったお年玉何も入ってない。何だよスタッフさん。さまざまな動作に合わせてひたすら笑い続ける。そしてワンセットの終わりの合図は手拍子とホッホワハハとやったーの掛け声だ。いや楽しいですね。でちょっともうあったかくなって体が、はい、感じるのね。気になると汗が出てきましたけど、途中の休憩でも特別、あら、ハート付きの院長専用のカップが。すると、ピンクのコプリ。これもあのラフターヨガ。まだですか、スタートは。いつ始まるか分かんないからです。とにかく何でもかんでも笑っとこう、ね、ネタ振りなのか世間話なのか分かりづらい。およそ1時間たっぷりと笑い倒した。果たして春日院長の免疫力はアップしたのか。すると、なんと1時間でわずかながら NK 活性がアップ。笑いと免疫に詳しい奥村医師に聞いた。笑ってると頭が死ん、何も考えない。セロトニンとかベータインとか、ね、人を愉快にする快活にするようなホルモンが出て NK 活性が上がるんだというふうに考えられます。笑
笑うことで心がリラックスすると脳のセロトニンなどのホルモンが分泌される。するとストレスホルモンが抑制され免疫細胞が活発に働くようになると考えられるという。皆さんも笑って免疫力を上げよう。イエーイ。今回ですね、ラフターヨガの講師の方がスタジオに来てくれました。はい、ラフターヨガジャパンの田所メアリーさんと田所隆さんにお越しいただきました。スタジオで代表的な2つのラフターヨガに挑戦。まず、ナマステ。はい、マチリノさん。笑う時間は分割しても OK。 続いての免疫に関する知っておきたい新常識はこちらです。免疫力アップが期待される